株式会社 CSK は独立系システムエンジニアリング企業。当初第一部に上場。証券コードは9737番。2011年10月1日に SCSK に吸収合併された。創業者は大川伊佐 CSK とは創業時の称号であるコンピューターサービス株式会社の英訳表記。コンピューターサービス株式会社の略。本業は コンピュータシステムの開発会社である、社税はサービスこそ我が社の命なりとし、社会への奉仕活動を第一の経営方針とした。2005年10月にホールディングス体制に移行したこともあり、システム開発、アウトソーシング、金融サービスを軸とした企業体質は安定期に入っていたかに見えた。しかし急激な金融サービス事業、 特に不動産投資事業への資本集中が2008年以降のサブプライムローの破綻、リーマンショックなどの経済環境悪化の影響も受け、グループ全体を窮地に追いやることとなった。結果的にグループの不動産証券化事業の不振で111億円にも及ぶ評価損が発生し、その影響から経営を立て直すために2009年9月30日に赤株式会社から 資本増強を受けるとともに、不動産投資事業のコントロールタワーであった CSK ファイナンスなどの金融サービス事業を担う子会社を次々と上渡、売却、グループから切り離す。同時に取引銀行4両からの借り入れを株式化及び長期借り入れ債務に借り換えを行うこととなった前代表取締役社長である福山議人は、 慶応義塾大学小学部を1972年に卒業後、同年コンピューターサービス株式会社に入社し、大川のカバン持ちとして使え、主に人事畑での経験を買われて社長となった。しかしながら、2008年以降の経営不振の責任を取って辞任。後任にはシステム運用分野で主に活躍してきた京都コンピュータ学院卒の中西武氏が就任した。 一方、1970年に、一橋大学経済学部を卒業後、野村総合研究所常務取締役を経て1997年に、CSKA 入社しホールディングス代表取締役や、情報サービス産業協会副会長も務めた、有賀定一は、2008年6月19日突然、代表取締役を辞し、翌6月20日、 サエ忠が社長を務めるミスミグループ本社代表取締役副社長に就任した。ありがとうございます。